月も一月も借りは返しな。タカが待ってんだよ。あいつのことはもう諦めろ。うまくいかないって。救ってみせよう。例のお侍、酒井仁と申す。これはこれは失礼しました。あっしは検事、信頼と安心の当時で酒売り。そんで島一番の山氏、高を麻浦から助けるのに手を貸してくれるんだってさ。あそこは猛虎だらけ。村を乗っ取られたか。あの壁を越えるのは難儀だな。実は酒の運び手は入れるんだよ。バカ言うんじゃないよ。酒を用意しろ。道すがら策を練る。まずは一杯やりましょ。ゆっくり策を練って。ほら行くよ。村に近づいたら荷車に隠れてください。荷を改めぬのか。ご心配なく、何度も何度も届けてますからね。あっしの酒が口にあったようで。もっとよこせ。でもうるさいの。なんの敵と商いをしておるのか。死にたくなければ酒よこせって脅されてまして。支度できたな。あ、本当にやるつもり。タカのためだから。アザモウラはどのような有様だ。歯向かった奴は殺され、生き残った奴は捕虜にされるか下人にされるか。タカを見てないんだね。ああ、でも火事場で働いている奴がいるって聞いた。きっとタカだ。二人は知り合って長いのか。アホな子供の頃からさ。酒を作り始めたばっかの時にこいつが初のお客。ふん、飲めたもんじゃないけど安かった。しばらくはタカにも手伝ってもらったんですがね、あいつはどうにも口車に乗せられて酒をやっちまうんだよ。ただでね。猛虎だ。はっ、二人とも早く荷車へ。小勢だな。任せろ。やめてくれ、タカに会えなくなる。頼むよ。わかった。構えて、身を調べられるかも。話が違うではないか。様子が変だ。いつもは門のところにいるってのに。ナースだ。ナース、ほれ酒だよ。酒か、ほら行け。もうすぐですよ。今の叫び声は。いいから、黙ってて。タカも同じ目に遭うかも。腕のいい鍛冶屋ならば傷つくこともなかろう。わからないだろう。そろそろです。静かに。トルケ、モンコ、ボッサディルチ。まさかうまくいくなんて。ああ、ひどい。きっと誰かが兵を怒らせたんでさ。村の半分が焼かれてる。ひとまずお別れですね。兵に酒を飲ませ気をそらせろ。やってみましょう。無理はするな。酒井様もご武運を。タカが待ってるよ。行こう。終わったら村の外にある辻で待っとります。見晴らしの良い場所を探すぞ。こっち。良いか、万が一にも敵に見つかったら。
捕虜が死ぬんだろう。分かってる。この上見て、門のそば。あれが人売りの頭か。クズめ。あやつ捕虜を品定めしておる。鷹のところに行くかも。追うぞ。きっと鷹は無事だ。肝が小さいから行くぞ。ビーネコリオ聞こえ。おい、どうした。鍛冶屋の鷹という男、手を抜いてるぞ。粗悪なものしか作ってない。やはりね、鷹がいる。他に鍛冶屋がいない。わしだって鍛冶屋だ。それにあいつより腕がいい。二人分の飯はない。だから鷹を殺す。だがお前も気を抜くでないぞ。あの野郎め、鷹がやられる。がやられる。兵が大勢おるな。人売りを見失う。先に鷹を見つけないと。ユナ、離れるな。抜け道を探す。安口の方勢しよう。早く縄を解きな。No, I'm fine! I'm fine!
基地の方でしょう。何が望みだ。チンハルゴ、アシチベリー、ソムラ。私が何をしたんだ。チンハルゴ、行け。アシスベリー、ティルビスピッサム。前に来てくだされば。サンスティバスタッチン、ソラドグイッド。ハルザーチ、ネグバッ、ウッ。Сонсдог болтол ч нь сургаад үг илдөө. Сайн тайван бай. Өөр юм ярьцгаая.私が何をしたんだ。一人だ。逃がさないよ。休ませてくれ。だからやめてくれ。姉さん。だか。何もされなかった。怖かったろう。すぐに立つぞ。無理だ。どうせ捕まる。逃げられやしない。この人は社会人、守ってくれるよ。タカ、信用してくれ。力を借りたい。励んでみます。
近くに門か。ではそこから出るぞ。ムクロが見つかった。殺される。隠れましょう。いや、進むぞ。あそこ登れそうだ。これからどこへ。ケンジが辻で待っておるはずだ。あのケンジが村から出られていたらね。腕試しと行くぞ。カプチンサラクラクエ。まだこっちに来ますよ。草むらに入り身を隠せ。ケンジだよ。タカ、やったな。つけられたか。いえ、でももううちには戻れませんね。あちこち猛虎だらけです。さあ行くよ。アザモウラから少しでも離れよう。お前はいい子だな。夜明けから猛虎を見てない。巻いたみたいだ。行き先を決めねばな。この先で伊豆原を見渡せますよ。疲れたか。酒が飲みたい。あと眠りたい。
酒ならいくらでもあるぞ。タカ、寡黙だな。死なないんだってことがまだ信じられなくて。酒井様、助かりました。でも姉さんとはどのように？命を救われたのだ。俺と同じですね。もう体がガクガクだ。小松は山の向こうだよ。火事場がある。ええ、島で一番の。あの火事場を使えば城の壁を越える道具を作れるかもね。タカ、どうだい？もちろん、ご恩に報いるためなら喜んで。ありがたい。タカ、ケンジ、少し休め。すぐに立つぞ。気分はどうだ？タカが無事で安心した。弱っておるが、小松までたどり着けそうか？飯食って寝りゃ元気になる。アザモウラにはまだ捕虜が残っておるな。助けに戻るつもり？村から猛虎を一掃せねば。そうだね。お主らは小松へ、俺は後から向かう。ジン、